さあそれではですね、いよいよ発表していきたいと思いますね。ということで上位3人はこちらになったんですけど、はい、始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、いよいよですね、公式オーディションですね、決勝へ進む3人の発表でございます。はいですね、出場していただいたですね、まあ応募していただいた皆さん、噛みまくって応募していただいた皆様、まずはありがとうございましたですね、そして応援してくださった方、そしてこの予想ですね、をしてくださった皆様ですね、ありがとうございました。いよいよですね、発表したいと思いますですね。はい、それではですね、まずですね、それぞれのですね、点数っていうのを発表して、していきたいと思うんですが、その前に、はいですね、まず全く何のことをやってるのかわからない、公式オーディションって何っていうですね、これ見たこともない方のために一応ですね、皆さんのですね、出場したですね、コンテに出た7人のですね、ダイジェストをですね、10秒ずつ、はい、どうぞ。これを訳してみてください。The bus is stopping. これ訳してみてください。こう訳した人はいますか？そのバスは止まっている。はい、皆さんすんなり解けましたでしょうか？今解いていただいた問題っていうのは、普段からあることに気をつけていればすんなり解けるような問題です。よーく来る質問としてね。先生、同格のザットと関係詞ザットの違いが分かりません、どうしたらいいですかってよーく来るんですよ。でね、一つの考え方、 Hello everyone、 大口です。いきなりですが問題です。この2つの文章、正しく意味が取れますか？これどちらも couldn't が使ってありますよね。ですから、どうもこんにちは、一ノ瀬庵と言います。今回はですね、発音の話をしますね。今から5つの単語を言いますので、黄色くなってる部分に着目しながら何が共通点なのかっていうのを考えてみてください。まずプリーズに注目してみてください。プリーズの後ろにハブが来てますから、このハブはそう、動詞になります。ハブ、自動した動詞、どちらでしょうか？はい、皆さんこんにちは、はじめまして、バート先生と言います。今日はライとレイっていう動詞を使って自動した動詞の知恵を見ていこう。はい、こんな方々がですね、出場しましたですね。一人一人見たい方はですね、概要欄貼ってありますので、ぜひぜひ見てください。さあそれではですね、いよいよ発表していきたいと思いますですね。まずは日枝先生からいきたいと思います。はい、日枝先生の点数はこちらですね。まずはですね、1位2位3位ですね、みんな10点ですね。10点満点なんですけども、10点を挙げていますね。一ノ瀬先生、大串先生、林先生にですね、それぞれ10点ですね。で、その後、井上先生、パト先生、8点ですね。で、杉村先生、7で、増田先生、6点という形になっています。はい。続いて、時田先生の結果ですね。時田先生の結果は、1位が一ノ瀬先生で10点ですね。林先生が9点、2点ですね。そう、すごく細かく全部ですね、点数くれたんですよ。で、井上先生が 8.4 点。これが3位ですね。続いて、パト先生が 8.3 点ですね。そして、大口先生が 8.2 点ですね。で、続いて、杉村先生が 7.5 点ですね。そして、増田先生が7点っていう形になりますね。はい、続いて、武藤先生ですね。武藤先生の点が、一ノ瀬先生が8点ですね。大口先生8点ですね。そして林先生が7点。井上先生が7点ですね。杉村先生が7点ですね。そして、増田先生7点。パト先生5点ですね。あららららそして、大島先生ですね。の点数が、杉村先生 9.5 点ですね。大口先生9点。ですね。井上先生 8.5、一ノ瀬先生8点ですね。パト先生 7.5、林先生、増田先生が7点という形になっていますね。はい。ここにですね、まあ、この点数ですね、高評価数を、加えていきます。ですね。まあ、自分自身ですね、まあ、こんなに分かれると思ってなかったですけどね、いろいろ分かれるもんなんですね。はい、不思議でしょうがないですけども、で、今のところ高評価数を
して、入れないとこんな感じですね。はい、ですね、点数が複雑で大変ですけども、まあ面白いですね。自分自身ちなみにそうですね、オーディションのその最初の選ぶ段階ではですね、ちなみにどうだったか、そう、自分自身はこの混戦のこのやつに審査には参加してないですけど、その予選の段階では一ノ瀬先生が一番で、まあここは変わんないですね、皆さん一ノ瀬先生が一番で、2番僕は杉村先生だったんですね。で3番以降は避けますかという形だったんですけど、じゃあここにですね、再生のやつを加えますね。この並んでいるものにですね、一ノ瀬先生 3.2 点立ちますね。で大串先生には 1.6、 あ、それ3.2っていうのが320、ね、あるからですね。で大串先生 1.6、 160あるからですね。で林先生が210あるので 2.1 ですね。で井上先生 3.5 あるんですね、350点なんで 3.5 足します。で、杉村先生に 1.6 ですね、足します。そしてパト先生に 2.3、そして増田先生に 1.6、 お、 1.6 はいっぱいいますね。はい、っていう形で足します。そうすると並ん、これを足した点数がこうなります。はい、1位が一ノ瀬先生 39.2 ですね、ぶっちぎりのトップですね。大串先生が 36.8 で2位ですね。ここですね、すごい、井上先生が 35.4 で林先生が 35.3、 0.1 の差ですね、ですね、ということで、で杉村先生 32.6、 パト先生が、31.1 か、で増田先生 28.6 ということになりました。ということで上位3人はこちらになったんですけど、0.1 しか差がないんですよ。もっとね、差がつくかと思ってたんですけど、決勝は、4人にします。わー、はい、ちょっと差つかなかったんで、林先生と井上先生両方ですね、やってもらおうと思います。で、なんでその予想したやつ、いや、予想したのは、逆にラッキーだと思ってください。予想は、4人中3人の名前が入っていれば OK ですから。4人中3人の名前が入っていれば、それで、OK とします。ということは、たくさん、はい、予想してくれた皆さん、200いくつだったかな、だと思いますけど、だいぶこれでですね、第1段階をクリアした人が、たくさんいる状況に、なったと思います。ということで、この4人が決勝で戦います。で、4人の皆様にはですね、2分のですね、やつでやってもらうんですけど、2分のビデオでやってもらうんですが、新たにですね、撮っていただきますので、あ、決勝のビデオはこちら上がりますけども、別に一般の、この視聴者の皆さんは審査員にはなりませんので、有名審査員のこの方々、この方々たちがですね、審査いたします。はい、この超豪華審査員たちが審査いたします。もし同点が出てしまった場合は僕が参加します。で、同点が出ないでもみんな決まった場合はもうその方が1位ですね。もし同点、あ、そうです、点数制とかではありません。もう1人だけを選んでもらいますので、優勝者1人を選んでもらいますので、誰が一番良かったかっていうのを、ですね、この豪華審査員たちに聞きたいと思います。そして、1位になった人はですね、ぜひぜひよろしくお願いしますというか、皆様ですね、ぜひぜひご賞味ですね、期待して見ていてください。で、第2回もですね、検討していきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.